5つ目は加工食品を食べるなだな。抗生物質や殺菌以外にも私たちが気を配るべきなのが食べ物だ。食べ物か。今では100年前と違って食べ物のほとんどがビニール袋に入れられている。そして添加物や合成保存料によって信じられないくらい日持ちさせられた加工食品が溢れ返っている。料理する暇もないくらい忙しい人のためにファストフードや惣菜店が並び、ピザ、パスタ、肉、シリアル、スナック菓子などあらゆる食べ物が化学薬品に頼って効率よく生産されている。あの、肉にも入っているんですか？ああ、家畜の成長促進剤として抗生物質が使用されている。そうなのか。最近では家畜に抗生物質を使うことが禁止されているところも増えているけどな。ちなみに抗生物質を使われた家畜の糞を肥料にして野菜や穀物が育てられ、野菜には農薬が使われている。そしてその食べ物を私たちが食べている。つまり何かしらの形で私たちは抗生物質を含んだ食べ物を食べている可能性が高いということだな。それによって腸内の微生物のバランスが崩れて、ここ60年で爆発的に過敏性腸症候群や自閉症、アトピー、アレルギーなどの病気が増えているわけだ。なるほど。でもここまで来たらもう防ぎきれないですよね。食事はもっと清潔で化学薬品にまみれていくでしょ。そうだな。だがそのおかげで大量の食べ物が手に入っているんだから、まあこれも一長一短なんだな。だが今後もアトピーや花粉症患者はどんどん増え続けるだろう。